鋭いじゃない。まさか本当にこんな偏僻なところで会うなんてね。あんたは結社の道化師ですか。いや、また会ったな、七組。元気そうで何より。なんて言える立場じゃねえか、スケアクロー。アランドール、てお久しぶりです、七組の皆さん。ですが、もはや私はシャロンではございません。執行者ナンバー9、国士戦域。改めて見知りを聞い、あなた方がここにいる理由、どうやらルーファス総督がその光の奥にいるんですね。やはりか。ご明察。正直、君たちが何で来たのかはちょっと謎なんだけど。総督府としては、支援家や遊撃士たちにここでの邪魔をしてほしくなかったから、ヘイユーと契約したみたいだね。無論ヘイウェイは信用ならないけど、毒を制する毒として最適だったんだろう。とはいえ、裏切ることが分かっている獅子心中の虫。頃合いを見て、支援家メンバーともども亡き者にでもするつもりなのかな。ノーコメントだ。市民の機嫌を取るのもそろそろ必要ねえってことだ。ええ、共和国との戦争が始まれば利用価値がなくなるシンジケートも。ルーファス総督の、いや、鉄血の子供のやり方か。アランドール少佐、私には分かりません。あそこまでのことがあって、どうしてあなたはまだそちら側にいられるんですか。あなたやリーベルト少佐にとって彼女の存在はその程度だったんですか。ある。クロウサギ、つくづくお前さんも変わったな。アッシュも腹をくくったみたいだし、ちょっと安心したぜ。質問の答えになってねえぞ。ちった骨のあるやつだと思ってたが、結局てめえも鉄血の犬ってわけか。ああ、ミリアムを救えなかった時点で俺もクレアもある意味折れちまってる。どっちも失った家族の代わりをあいつに求めてたんだろう。そして親父の敵でもあるおっさん、どこかで裏をかこうと狙っちゃいたが、結局こちらの数段上で動いてやがった。
千年もの呪いに終末を導く黄昏、どんだけ持ってやがるんだっつうの。ただ少なくともおっさんは帝国の呪いを終わらせるために黄昏を引き起こした。抗うだけ無駄な強制力ってやつを根本からリセットして制御するためにも。だったら、せめてミリアムの犠牲を無駄にしないためにも動くとするさ。それが俺やクレアが選んだ食材だ。クソが、勝手な納得を。根本からリセットって、そのために戦争を起こすっていうの？尋常ではない狙いのようだが、それでは本末転倒だろう。ええ、私の仕込みがまだマシに見えてくるほどに。司祭は分かりませんが、尋常ならぬ覚悟でいらっしゃった様子。ならばその望み、私たちを倒して存分に果たされるとよろしいでしょう。私も遠慮なく忌まわしき技を震えるというものです。皆様との思い出をお返しするとともに、立ちふさがらせていただきましょう。上等だ、シャロン・クルーガー。たとえあなたが相手でも押し通らせてもらう。いやー、因縁ある者同士の対決って燃えるよね。それじゃあ僕もせいぜいドラマを盛り上げさせてもらおうかな。半月前の支援家と遊撃士の相手はマリアベル城に譲っちゃったし。ふざけるんじゃないわよ。3ヶ月前のタワーでも思ったけど、あんたみたいなのが一番タチが悪いわ。部外者のくせに面白がって、余裕ぶって、かき回すだけかき回して。シャロンさんだって、そこの少佐だって葛藤して苦しんでいるのはわかる。でもあんたは何、どんな覚悟と決意でそこにいるの？それにクロスベルを裏切った、あんな人の名前まで出して、あんたみたいなニヤケ小僧、とっとと退場させてあげるわ。ついでにあの総督の企みも暴いて、そっちの陣営の動きを少しでも掴んで、きっとあの人につなげてみせる。ユーナさん。だがその通りだ。さすがにちょっと傷ついたけど、君が怒っていることは分かったよ。ただまあ、これもナンバーゼロの使命、他の執行者ほど勝手はできなくてね。お詫びも兼ねて少し本気で立ちふさがらせてもらうよ。その体現相互に見合った実力、せいぜい証明してもらおうかな。上等。あなたが怒るなんて珍しいこともあるものですが。こちらも同様だ、本気で行かせてもらうぜ。あれは聖杯でも見せた子供たちの証、黄昏で強まったチート能力だ。せいぜい身をもって味わいな。こちらも参ります。死を告げる戦役、ご注意あれ。まあ、せいぜい持ちこたえてくれよ。その体現相互ぶり、力
で示してもらうよ。気を抜けば死あるのみですわ。それお返しさん。ニーナを喰らえ、ノイジーフレーム。行くぞ。私の番だな。
それ。よし。やあ。ありがとうよ。暗黒に舞う黒。私の番ね。えい。そなたの感謝を焼き尽くせ。お返しだ。しゃらくせ。よし。やあ。入れ食いじゃねえか。強敵です皆さん。強そうね。気をつけて。行くぞ。一旦引こう。撤退成功。先を急ごう。
ふん、宝箱か。私の番だな。トン後期もらった。行くわよ。やっせ僕の番だな。私の番だな。さて先に進むとし、よし、やった。まだまだこれから。その程度か。精進するがよい。一旦引こう。撤退成功。先を急ごう。
よし、やった。まだまだこれか。難敵だな。心してかかるとしよう。持ちこたえてくれよ。その大言壮語ぶり、力で示してもらうよ。気を抜けば死あるのみですわ。それでも、やらせるぜ。因果を喰らえ、ノイジーフレーム。やらせ、任せろや。お返しだ。僕の番だな。行くぞ。セッパン、私の番ね。はっ、セッ。暗黒に舞う黒きちゃん、お待ちください。マジかよ。よし。
とよ。ミチュック、行くわよ。そなたの感謝、暗黒にマウント。お待ちください。ミチュック、焼き尽くせ。しゃらくせ。負けないで。ありがとうよ。よっ、そなたに感謝。さあ、いいぜ。そら、ありがとう。そら、やっと。運が悪かったな。僕の番だな。打ちのめすぞ、クレイジーハント。よし、これで決める。バンダ、なるほど、相当な覚悟のようですね。そう、許さぬ。お返しさ、しゃらくせ。へえ、言うだけのことはあるかな。アルゼイドが死ん、燃え尽きる。お返しさ、許さぬ。アルゼ、結構やりやがるな。なかなかやるじゃない。俺のチートになんとか食い下がるとはな。お見事です、皆さん。強い、あの少佐の異能は。しかもまだ余力を残しているみたいだ。いや、正直見直したよ。一月前とは大違いだ。新七組の諸君は特にね。そんな君たちが各地を回る理由、改めて問いただしたくなったかな。どうやら奥の結界じゃなく黒煙のプレロマ層にようらしいな。ただの勘だが、リーンの居場所につながる何かか。はあ、何のことだ。合点いたしました。それでは必死なのも当然でしょう。ですが、彼女はあまりに遠く、深き闇と絶望に閉ざされたる領域。せめてもの慈悲、その儚き希望、この場で打ち砕。やってみるがいい。何をやっているか、貴様ら。まさか手配中の7組か。封鎖の裏をつくとは。あれは反対側で見た新型の。ああ、魔光騎兵だったかな。黒の工房と RF グループが共同開発した特別機みたいだね。帝国最大の重工業メーカーが地製の工房と。表と裏の合作ってわけかよ。愚かな、クルーガー。私はすでに RF とは無縁ですが、尋常ではない機体でしょう。このままでは
総督府付きの面目が立つまい。アランドール少佐、客人方もこの場。ま、仕方ねえか。このままおとなしく、おな、当然でしょ。ある。はい、クラウソース。飛行兵、報告通り隠しながら運用するとは。ふん。だが従来機ごときでこのゾルゲにかなうと思うか。あれは何度か戦った魔皇兵みたいな。どうやらその技術を応用した機関を搭載しているようですね。は、何でもありだな。だがここが正念場だ。負けるわけにはいかない。サポートは任せよ。存分にぶつけるがよい。やった。
なんとか数で押し切れたか。待った、様子が。図に乗るなよ、手配犯ども。エース隊の名にかけて国家にあだなす者に鉄槌よ。まさかこれは操縦士への霊的フィードバック。いや、もはやこれは侵食。まだまだ諸君は研鑽が足りぬようだな。帝国の盤上に最後に降り立つは黄金の鬼神か。果たして何を見せてくれるのかな、ルーク・オブ・ジェイド殿は。アランドール少佐、結社の諸君もご苦労だったね。久しぶりだ、ユーシス。そして七組の諸君、どうやら目的は違うようだが、ここで会えるような気はしていたよ。やはり。ちょっと待ってよ。新しい鬼神ってどうしてそんな帝国由来のものがクロスベルにあるわけ？元より試しの場は次元を介し、帝国の様々な場所に現れる性質がある。クロスベルが帝国の属領となった時点でその候補地の一つとなっていたのだよ。そして併合以来、この古の魔道の地にて私は注意深く兆候を探り続け、最も霊力が高いこのエベルコ南岸にて試しの場の召喚に成功したわけだ。七の鬼神の最後の一騎、永遠を表す黄金のエルプラドーノ。帝国の魔皇兵や幻獣、霊窟の一つが現れたのと同様。ビーダさんが青の試しを開いたケースと似ていますね。なるほど、その情報も元に。1年半も前からそんなことを。よもや兄上、そのためにクロスベル総督を引き受けたというのか。それもある。さて、目覚めたばかりの機体だ。挨拶代わりと言ってはなんだが、君たちに相手をしてもらおうか。叫んな。総督閣下、ここは我らにお任せを。閣下の手を煩わせるまでも。その程度で飲まれているケーラの出番ではないな。下がるがよい。さもなくばまとめて切る。仰せのままに。なんという圧倒的な覇気。
しかもあれはアルバレアに伝わる聖剣か。皆さん、鬼神相手だろうが引いてられるかよ。うん、こうなったら前期係でもしのぐわよ。なんとか勝機を見出しましょう。ああ、行くぞ。それでは肩慣らしといこうか。行くわよ。はあ、くらえ。よし、僕の番だな。崩れた、もらった。俺の番だな。任せるがよい。
はい。やジャンプ続きます。よし、はー、くらえ、崩れた、いただき、僕の番だな。だが所詮その程度か。よし、まだまだこれからだ。なるほど、さすがは肺と霊的につながる機体か。だがまだ足りぬな。このエルプラドーの進化を引き出すには。バリマールとだって何度も手合わせしている。はっ、奴と比べりゃこんな金ピカ目じゃねえぜ。せめて我らに援護を。ああ、後輩たちだけに戦わせるつもりはない。クラウソラス、全力で援護します。面白い。図に乗るな、学生ども。やはり捨ておけぬ。閣下を守護するのが我々の責務なれば。資格を。そうはさせるか。遅れてすまない、ユナ。エリー先輩に、ロイド先輩、間に合ったみたいだね。うん、だけどこの状況は久しぶりだね。ヨシュアにエステル・ブライト、それに特務支援課メンバーも。まさかバルターたちの包囲をかいくぐってくるとはね。アリオスさんにインさんが引き受けてくれたからね。っていうかあれからなんでよ、全然変わってないじゃ
ないあんた。カンパネルラにクルーガー、いやシャロンだったか。あなたが結社に戻ってしまうなんて。お久しぶりです、ヨシュア様。私のことはクルーガーと。レオンハルト様には借りもあるの。刃を向けるのは心苦しいですが。エターリオ。うっと。ヒュー。現れましたか。さすがに君には通用しないか、クルーン。お茶会というよりはちょっとした同窓会になるのかしら。レン様、それに君も出てきたね、ブルブラン。ブルブランって、新七諸君には改めて名乗ろう。我が名は怪盗紳士ブルブラン。宝刀貴族アレイスターは仮の姿、結社の執行者ナンバー10に当たるものだ。怪盗 B と言った方が通りがいいかもしれないがね。には聞いていたが、それに隣の女の子ブルブラン、みんなが混乱してるじゃない。ディータからの手紙で読んだわ。あなたたちがトールズの7組ね。ここはレンたちが加勢してあげる。まさかディータさんが言っていた親友。ではあなた方が。ユーナー、みんなー。あの少女、キーヤちゃん。ルイゼたちに、君たちまで。うわ、なんだかカオスなことになってんな。俺たちは少し下がるぞ。こいつら、生身の人間こんな卑怯によくぞそこまで集めたもんだぜ。で、どうするよ総督閣下そうだな、余興はここまでとしておこう。今日は七の鬼神が全て揃った記念すべき日でもある。大地の竜が動き出す前でもあるし、無用の血を流すのは勘弁してあげよう。これが鬼神何が目的かは知らないが、あとは好きにしたまえ。
ただし、あげられる猶予は一刻ほど。それ以上は殲滅部隊を派遣するから、せいぜい急ぐことだ。兄上、まさかこれが、こんなことが兄上の望みだったのですか。鉄血の子供としてそんな力をつかむことが。アルバレアの家だけではない、ミリアムを犠牲にしてまで。ユーシス、その通りだ。それもまだ第一歩でしかない。全て落としてもまだ足りまい。私の本懐を遂げるためには。少し喋りすぎたか。それではさらばだ諸君、また会えるのを楽しみにしているよ。道徳閣下、我らも引くぞ。短い同窓、ベル嬢とも相談しなくちゃね。それでは皆さん、ごきげんよう。まあ、1時間ってとこだな。それ以上は保証できねえぜ。じゃあな、7組、特務支援課も。アランドール少佐。クソが、露骨に見逃しやがって。相変わらずの手ごわせだな。ええ、私たちを鳥かごに封じただけはあるわね。私も失礼いたします。それでは7組の皆様、お嬢様をよろしくお願いします。シャロンさん、アリサさんに伝えておかないとな。しかし、ヨルムンガンドですか。帝国正規軍の総力を挙げた対カルバード侵攻作戦の名前ですね。総督とバンダイク元帥の間で全作戦の立案は完了したようですが。ちらほら聞いてるが。ああ、あまりに意味深な名前というか。おい、あんたたち、ジョゼットさん、無事修理が終わったみたいですね。あそこで皆さんが来なかったら今頃は。いいってば、困った時はお互い様ってね。ヨナ君経由で第二から連絡があったおかげでもあるし。なんとか皆さんを集められてよかったです。あのタイミングで合流できたのは特務支援課の力あってだけどな。それと遊撃士の方々もね。まさか結社関係者まで助力してくれるとは思わなかったが。レンとヨシアは元がつくけどね。さっきも言ったけど、ティータのヨシミもあったし。やっぱりあなたが親友だったんだ。
で、そちらの仮面の人が…怪盗紳士。さすがですね。私も再会に気づけませんでした君とは内戦以来かな。ま、今回に関しては長らく舞台を降ろされた異種返し、そして我が好敵手だった宝刀王子へのせめてもの鼻向けとでも思いたまえ。あ、ブルブラ内戦ではいろいろあったが、今回は礼を言わせてもらおう。今後はビータさんと協力するとか、どうかお気をつけくださいね。うん、気遣い痛み入る、察して殿。もしかして君が…いや、アッシュだったか。まずは謝らせてほしい。あの時、僕たちは何のことだ。俺はアッシュ・カーバイド、ラクエル出身のただの悪ガキだ。お綺麗な顔して彼女とよろしくしてるリア充遊撃士と縁があるとは思えねえな。そうか、ヨシュア。アッシュ、もしかしてこの人がハーメルの。いや、いいんだ、ゆっくり話している時間もない。またいずれ、アッシュ、7組のみんなも改めてまた会おう。はい。ま、せいぜい気をつけな。俺たちも話したいことはいろいろあるが、どうやら時間が足りなさそうだな。しばらくすれば殲滅部隊も来る。早くこの場を離れた方が良さそうだ。ノイド先輩、エリー先輩もせっかく会えたのにお別れなのは残念です。ユーナちゃん大丈夫、きっとまたすぐ会えるわ。ああ、何せこの状況だ。ランディやティオからも聞いている。ユーナ、帝国でも頑張っているみたいだな。大事な後輩をここまで導いてくれた彼には礼を言っても言い切れない。壁は高く険しいだろうが、なんとか救い出してやってくれ。はい、ティオ先輩もランディ先輩と協力して探し出してみせますから。何か分かれば連絡します。なあ、ありがとう。よろしくお願いね。支援課の方々はこのままクロスベル周辺を、遊撃士の方々は各方面と連絡しつつ帝国本土に向かうそうですね。うん、そのつもりよ。ティータやアガット、シェラネーの行方も調べたいしね。銀線はテートからの通信以来連絡がついていないんだよな。ああ、ちょっと心配だけど。テートに向かったチームが行方をつかんでいるかもしれるな。ラッセル城も含めて何か分かれば連絡しよう。あ、ありがとう。さて、精霊の道を開くから7組はエリンに戻るがよかろう。少々距離はあるが安定しておるし、なんとかなるじゃろう。了解です。とっとと戻るか。ねえ、ロイドにエリー、キーやユーナたちのところに少しだけ行ってきてもいいかな。キーヤちゃん、どういうことだ。うん、なんだかキーヤも手伝いそうな気がするっていうか。
ティオやランディたちの情報を集めるのもそうだけど、7つの地点からお兄さんが捕まっている場所を割り出すの。どうしてそこまで。得意点の話をしたら興味を示していましたけど。なるほど、この子がかつてゼロの巫女だった。だったらレンも付き合うのが良さそうね。ってレン？灰色のお兄さんの居場所の特定、因果の流れが見えるその子とレンの処理能力があれば、役ロイドたちも心配だろうけど、レンがついていれば安心じゃない？レンちゃん、僕たちとしては君だけ行かせるのも心配なんだが。わかった、行ってくるといい。7組のみんなもよかったらしばらく頼む。レンのこともね。この子たちならきっとあなたたちの力になると思うわ。マジか。ユーナちゃん、どうかよろしくお願いね。はい、任されました。ライダー、エリーもありがとう。ま、ついでにティータやシェラの情報も集めてくるわ。頃合いを見て合流するから。わかった、気をつけて。ランクアップだな。ほらよ、こいつはご褒美だ。大変だったな、お疲れさん。そこまでの長距離を一瞬で戻ってこられるなんて、さすがにチートすぎんだろう。まあ、いろいろ条件が整わないと使えない移動手段らしいけどね。黄昏が発動している現状だからこそ使えるのかもしれません。ああ、だがこれで。的な結界？ううん、次元の狭間にある結節点かしら。さすがにびっくりするよね。この場所はもうクロスベルじゃない、帝国本土の。しかも南西側になるんだ。ざっと数千セルジュほど転移してきたことになりますね。うん、今の飛んだ感覚だと4800セルジュくらいかな。イストミア大森林、ラマール州とサザーランド州の間だったかしら。ビータの生まれ故郷にして帝国の霊脈が集まる結節点の一つ。興味深いわね。おいおい、どういうガキンチョどもだ。これは来ていただいた甲斐がありそうですね。みんな戻ってきたわね。おお、そなたらも帝都から戻っていたか。うん、
いろいろと大変だったけど、でもなんとか得意点を見つけたよ。そっちも守備は上々だったみたいね。なんだか可愛らしいお客さんも来てくれたみたいだし。はい、こちらも想定外でしたけど。はじめまして、キーヤ・バニングスです。レンブライトよ、よろしくね。7組のお姉さんにお兄さんたち。うん、戻ったか。双方疲れておるじゃろうが、これで7つの得意点が揃った。客人ともども、我がアトリエの星見版を見てもらおうか。Thank you.
ならばとっとと始めるとしようぞ。知性の本拠地とおぼしき場所、ゼロ得意点の割り出しを。極楽、はあ、贅沢な場所ね。